君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、学校であった怖い話極めやっていきましょう。というわけでちょっと戻ってきたんですけど、前回の進藤の話が終わった後ですね、新井庄司、まさかマジルの話がここで聞けるとは。ええ、実は僕もその話は知っていたんですよ。僕もゲームをたしなんでまして、マジルの話はゲーマー界ではちょっと有名なものですから。モーソル君、せっかくですから僕もゲームの話をしてもいいでしょうか。きっと満足させてあげられると思いますよ。というわけで来ました、狂気山脈。怖っ。どんな話？狂気、ゲーム関係なさそうに見えちゃうけどね。話を始める前に、皆さん、せっかくですから記念撮影をしませんか？こんな風に他県の学生が集まって怖い話をするなんて機会は二度とありませんよ。さあ、皆さん笑ってください。僕の話を聞いた後では、その笑顔も凍りついてしまうでしょうから。結構撮るな。え？え？グラビア撮ってる？何？撮りすぎじゃない？あ、終わった。ありがとうございます。皆さんのおかげでいい写真が撮れました。それでは話を始めるとしましょう。改めて自己紹介しましょう。僕は新井庄司と言います。富山の高校に通う2年生です。よろしく。早速ですが、モーソル君。君は登山がお好きですか？山はいいぞ、インドア派です。山より海が好きです。まあ、インドア派ですね。残念ながら。確かにそんな感じがしますね。やかましいわ。インドア、いいと思いますよ。僕もゲームをたしなむぐらいですから、別に否定するつもりはありませんよ。今はインドアでも十分いろいろなものが楽しめる時代ですしね。登山に興味がないのは残念ですが、心配はいりません。僕の話を聞いたら、きっと興味が出てくると思いますよ。僕の友人に、小野里淳也という人がいるのですが、彼、登山が趣味なんです。僕の通う富山の学校には山岳部がありまして、彼はそこで仲間たちといろいろな山に登っておりました。時折彼が登った山で撮った写真を見せてくれるのですが、どこも素晴らしい景色で、特に頂上から撮った写真はプロ顔負けな迫力のある雄大な景色が収められているんですよ。本当に山に登るのが好きで、部活がない時は週末や少し長い休みを利用していろいろな山に行っていました。いろいろって言っちゃった。人類がエベレストの頂に立ってから半世紀ですが、この世の中にはまだ未踏の山が残っています。これだけ科学の力が進歩した時代でも、頂上に人が立ったことのない山があるだなんて不思議ではありませんか。確かに。そんな山を踏破し、誰も見たことがない最高の景色を見るのが夢だと彼はいつも言っていました。僕も彼ならきっとその夢を叶えるだろうなとなんとなく感じていました。それほど彼の山に対する情熱は深く素晴らしいものでした。ですが、異常なことに彼は自分の人生において一番過酷な山をすぐに知ることになったのです。それは病でした。2年生に上がったばかりの頃、重い心臓病にかかってしまったのです。幸いすぐに命に関わるような病気ではないですが、手術とそれに伴った長期の入院が必要な大病で、彼の大好きな山登りは今後一切禁じられてしまいました。山登りのような高い場所に行くことは心臓に大きな負担をかけてしまうのです。確かにそういうね、なんか酸素が薄いからとか。激しい運動も禁止され、山登りどころか体を動かすようなことすべてもう二度とできなくなってしまいました。かわいそうに。僕がお見舞いに行った時、彼は笑顔を見せてくれましたが、無理をしていることはすぐに分かりました。彼にとって山に登れないということは死んだも同然。そんな彼に何を言ったところで傷つける結果になることは分かりきっていました。僕がいることで無理に笑わせるくらいなら一人にしてあげた方がよほどいいだろう。僕は早々に彼の病室から立ち去ることにしました。病室を出ると、ちょうど彼の母親がお見舞いに来たところでした。軽く挨拶を済まして帰ろうとした僕の背中に、小野里くんの怒鳴り声が聞こえてきたのです。え？僕は足を止めてじっとその声に耳を傾けました。
こんなゲーム買ってくるなんて、二度と登れない俺への当てつけか？ふざけんなよ。そんなつもりじゃ、少しでもあんたの気が紛れればと思って。うるせえ。そんなゲームさっさと捨てろよ。もう帰れ。どうやら小野里くんの母親が彼のために何かゲームを買ってきたようでした。ですが残念ながら、小野里くんのお気に召すものではなかったようです。まあ、山登りゲームとかってことかな。美容室の中から母親のすり泣くような声が聞こえてきたところで、慌てて僕は足音を殺し、その場から立ち去りました。僕は彼のお見舞いに行くことはもうないだろうと思っていました。先ほども言った通り、彼に会ったところでどうすることもできません。彼も僕に会いたいとは思わないでしょう。しかし、彼があれほどの剣幕で母親に怒鳴り散らかすようなゲームが何なのか、気になって仕方がありませんでした。その場で病室に飛び込んで確認したかったのですが、さすがにそれは無理ですから、僕は改めて彼の病室を訪ねることにしました。その時には僕の好奇心を満足させることが、彼の気持ちよりも大事なことでしたから。少し日を明けて、僕は小野里くんのお見舞いに行きました。中から音楽が聞こえてきます。僕はノックするのも忘れて扉を開けました。やあ、新井、また来てくれたのか。サンキューな。彼はこちらに目を向けることなく、元気だった頃と変わらない声で僕にそう言いました。彼が見ているのは病室に備え付けられているテレビ画面で、そこには雄大な山が映しされておりました。それがお母さんの買ってきたゲームかな。モーソル君、君は、蒼天の白き神の座というゲームをご存知ですか？登山を題材にしたゲームで、すでに絶版となり、中古でもほとんどお目にかかれないレア物でして、どうやらが母親が買ってきたゲームが、その蒼天の白き神の座だったようでした。すごいよくお母さん見つけてきたね。確かに小野里君の気持ちを考えれば、怒鳴りつけたくなるかもしれません。だって彼はもう二度と自分で山を登ることはできないのに、そんなゲームを渡されたのですから。むしろ山など見たくないと思っていたに違いありません。ですが母親なりに、少しでも彼が登山をしていた頃の明るさを取り戻せるようにという気持ちもあったのでしょう。塞ぎ込んでいる自分の息子に何かしてあげたいという気持ちもわかります。モーソル君、あなたは母親の行動をどう思いますか？デリカシーのない行動だと思います。心配する母親の気持ちの方がわかります。まあ、どっちもわかるよね。まあ、デリカシーがないとは思わないから2かな。モーソル君はそう思うのですね。ええ、母親の気持ちももちろんわかります。愛する息子が大病に侵され、いつ死ぬかわからない上、明るかった性格まで変わってしまった。何かしてあげたい。そう考えるのはもっともなことです。そしてそんな母親の思いが天に届いたのでしょうか。僕が次の日病室を訪ねると、小野里くんが夢中でゲームを遊んでいるではありませんか。ゲームをしている時の小野里くんの声は、僕が初めてお見舞いに行った頃よりもずっと元気になっていました。あんなに怒っていたのに、なぜ？モーソル君もそう思いますよね。ええ、それにはちゃんと理由があります。ゲームが面白かったじゃないのかな。心配しなくてもお話ししますよ。ひひひ。急にどうした？なんだこれ。あ、小野里君は僕が来たにもかかわらず、ひたすらにゲームで遊んでいました。見学してもいいか。と尋ねたところ、心よい返事をもらいましたので、僕はしばらくそのゲームを眺めていることにしました。そもそも僕の目的はどんなゲームか知ることでしたから、彼が夢中で遊んでくれているのは好都合でした。しばらく眺めていて分かったのですが、このゲーム、山の景色が本当に美しいんです。綺麗なグラフィック、その一言で片付けてしまうには忍びない景色が画面いっぱいに広がって、横から見ているだけでもため息が出てしまうほどでした。ゲーム画面は景色が動画になっていて、プレイヤーが進むと画面も進み、本当に山に登っているかのような錯覚さえ覚えます。小野里くんが見せてくれた風景写真も確かに美しかったですが、このゲームには全く歯が立ちません。小野里くんが夢中になった理由、お分かりになりましたか？もう二度と見ることができないと思っていたあの雄大な風景を、もう一度見ることができる。小野里くんがゲームをする理由はそれだけで十分でした。
ゲーム自体は各隊員の能力バランスを考えながらチームを組み、山登りのルートを決め、キャンプ設営や物資運搬などをこなしつつ山を踏破していくという至ってシンプルなシステムなんですが、かなり本格的に作り込まれていましてね。その部分も彼がゲームに夢中になる要因の一つでした。まず季節によって登山の難易度が変わります。基本的には暖かい季節ほど登山は容易です。しかし4月と8月はモンスーン期と言われ、強い季節風の影響で悪天候になりやすく、雪崩も発生しやすいため難易度が上がります。ですが最高難易度を誇るのはやはり冬です。山の高度による、気圧の変化はもちろん、マイナスを超える厳しい寒さに降雪や吹雪など、寒い時期の登山は命に関わります。登山のルートは自分たちで切り開いていくため、かなりの物資が必要となります。結構ちゃんとしたゲームだね。主に食料、酸素ボンベ、テント、なんかこれ陶壁セット、整地セットの6点を持ち運ぶのですが、それらを運ぶだけでかなりの体力、ゲーム内ではいわゆる HP が削られます。それによる隊員たちの体調不良にも気を配らねばなりません。隊員は6人で1チーム編成。体調のステータスには怪我や病気はもちろん、食料不足による飢餓状態などもあります。中でも一番厄介なものは厳しい寒さで起こる凍傷です。凍傷は3段階まで設定されている徹底ぶりで、凍傷になると基礎体力の低下のほかに、作業スピードの遅延、幻覚、幻聴症状による他隊員への悪影響など、様々な不利益が生じます。そんな過酷な状況でも、隊員たちは拠点を何箇所か用意し、そこからルート工作という作業に入らねばなりません。ルート工作とは、登頂するっていいのかな、これなんて読むんだろうねわかる人コメントで教えてください。登る場所にロープを張ったり、目印の旗を立てたりすることにより、遭難やまあ落ちることを防ぐことと、登るスピードを上げることができる作業です。これを行わないとそもそも山に登ることができないため、どんなに切迫した状況でも隊員たちを休ませることはできません。無理をしても休んでも絶望的な状況しか残されていない。そんなことが普通に起こるのです。ここまで聞いただけでもかなり本格的な登山ゲームだということはお分かりになったと思いますが、このゲームの一番恐ろしいところは、一度死んだ隊員は二度と生き返らずに使えないというところです。普通ゲームオーバーになるとやり直しができますが、このゲームはそれができません。隊員は減ったら補充されることはないのです。小野里くんは順調にゲームをクリアしていきました。序盤に出てくる山はモンソルくんも聞いたことのあるような有名な山ばかり、オリンポス山。難易度もそんなに高くなく、そもそも登山知識に長けている小野里くんにとったら散歩のようなものだったかもしれません。その日は3つほど山を登ったところで消灯時間が来ました。そんなにいっぱい山あんのか。病室に巡回の看護師さんが来て、僕に帰るように伝えてきたのを覚えています。小野里くんの境遇に同情しているのでしょう。看護師さんたちは皆、小野里くんに気を使っているように見えました。そのせいか遅くまで居座った僕に対しても軽い注意程度でした。小野里くん、また明日も見に来ていいかい？僕は尋ねました。彼は天井をじっと見つめたまま、僕には目も向けずに返事をしました。もうすでに彼の意識はここにはなく、山を登り始めていたのでしょう。一日遊んだだけで小野里くんはあのゲームの虜になっていました。嫌な感じですね。次の日僕はまた小野里くんを訪ねました。僕が彼の病室に着く頃には朝食の時間が終わっていましたが、彼の分は全く手がつけられておらず、食べるのも忘れてゲームで遊んでいるようでした。昨日遊んでいたところからまた結構進んでいたようで、暖かい季節の登山から寒い季節の登山へと変わり、山の高さもどんどんと上がっていました。それに伴いゲームもどんどんと難しくなっているようでした。そしてついに一人目の死者が出てしまったのです。ゲーム内で最後の山となるエベレストを登っている時に隊員の一人が凍傷にかかり、回復することができずにそのまま死んでしまいました。ただでさえこのゲームの難易度は高いのに、最終ステージでエベレストともなればさすがの小野里くんといえど
メンバーの足りないチームで登りきるのには無理があります。なんとか足りないメンバーで少しずつ登っていましたが、とうとう隊員たちは全員死んでしまいました。初期メンバーが誰もいなくなってしまった以上、ゲームはもう続けることができません。僕もここまでかと思い、帰ろうと席を立ちました。病室内が賑やかな声で満たされました。小野里くんの友達がお見舞いに来たのです。話を聞いていると、彼らは小野里くんと同じ、登山部の山仲間たちのようでした。なあ、小野里、それ何のゲームだ？ああ、登山のゲームだよ。でももうメンバーがみんな。そうだ。なあみんな、また俺と一緒に山登らねえか、え？友人たちはどよめきました。彼らも小野里くんがもう二度と山に登れないということは知っていますから。僕は話の続きが気になって、その場に残ることにしました。小野里くんは引き出しを開け、ゲームのパッケージの中から小さな機械を取り出すと、みんなに見せながら満面の笑みを見せました。何、小さな機械？カメラか？ゾニー。どうやらこれで、みんなの顔をゲームの中に取り込むことができるみたいでさ。それでキャラクターを作って遊べるんだよ。今エベレストを攻略中なんだ。お前らだったらすげえいいチームになるだろ。このゲームめちゃめちゃグラフィックも綺麗なんだよ。登頂できたら写メ送るからさ。な、面白そうだろ。彼の提案に反対する人はその場に誰もいませんでした。ゲーム内でとはいえ、彼らも小野里くんとまた登山ができることが嬉しかったのでしょう。小野里くんが機械を彼らの方に向けると、誰もいなかった隊員リストに彼らの顔をした隊員が次々と現れました。病室に歓声が上がります。ステータスも申し分がないようで、すぐにでも続きができる状態でした。ですが、さあこれからという時ほど邪魔が入るものです。すでに窓の外は赤く染まり、夕食の時間が来てしまったのです。看護師さんに言われるまま、僕らは小野里くんの病室から帰ることになりました。帰り際、小野里くんに今日は友達がいっぱい来てよかったねと話しかける看護師さんの後ろ姿が見えました。僕は昨日のようにまだ来る許可をもらうことはしませんでした。小野里くんも僕がいようがいまいが関係ないでしょうから。また次の日、僕は彼の病室を訪ねました。軽い挨拶を交わしただけで、あとは二人で食い入るように画面を見つめていました。小野里くんは昨日より慎重にゲームを進めていきます。物資も最低限の量を無駄なく活用し、隊員たちのパラメーターや天気の確認を細かく行いながら山を登ります。前に見た時の景色は色鮮やかでしたが、今は雪の白と岩肌の黒、そして空の突き抜けるような青の3色しかありませんでした。さすが世界最高峰と呼ばれる山です。そう簡単には攻略させてはくれません。2時間ほど経った頃、小野里くんがコントローラーを置いて長い深呼吸をしました。山頂でする時のように。そうです。とうとうエベレストを攻略したのです。画面いっぱいにエベレストの山頂から見る景色が広がっています。そのなんと美しいことでしょうか。テレビやネットで今は簡単に景色を見ることができますが、やはり肉眼とは違います。でもゲームの景色は画面越しなのに、本当にその場にいるような空気を感じるのです。病室内の温度は一定に保たれているはずなのに、ひんやりとした冷たい空気、いえ、それどころか、体の芯に氷を押し当てられたような冷気を感じるのです。気のせい、ええ、そうかもしれません。でもあの時の僕はエベレストの頂上の空気を確かに感じていたのです。僕でさえそんな風に感じるのですから、ゲームを遊んでいた小野里くんはもっと強く感じていたに違いありません。彼は瞬きも忘れて、頂上の景色を見つめていました。たとえもう二度と山に登ることができなくても、彼もこの景色が見られれば満足でしょう。ゲームもエンドロールが流れ始めました。小野里くんは安心したような、残念そうな顔をしていましたが、僕がいることを思い出すと少しだけ笑顔を僕に見せました。僕は曖昧に笑い返すことしかできませんでしたが、もっと山に登りたいという彼の気持ちは痛いほどに伝わってきます。全クリ。あれでもニューって書いてあるよ。